ニューヨークの5つの区マンハッタン・ブルックリン、クイーンズ・ブロンクス、スタテン・アイランド・ニューヨーク市の区は、同市の行政区である。日本語においては、区のほか、言語の綴りをもとにした、ボロー等の各種表記も見られる。同市内には5つの区があるため、同市を指して、ザ・ファイブ・バースと呼ぶことがある。これは、同市の中心は、マンハッタンであるという考えに対し、ニューヨーク市の各区を平等で、 統一的に扱う文脈で主に用いられる。それに対して、アウターバースといえば、マンハッタン以外の行政区を指す。ただし、ニューヨーク市の地理的な中心は、マンハッタンではなく、ブルックリンとクイーンズの境界あたりである。各区は、ニューヨーク州における軍に相当する行政区画であり、各区と範囲が一致するニューヨーク州の軍はそれぞれ置かれているが、組織や権限は、 投資以外の各軍と比べて低い。これは1898年にこれらの区が誕生した際に軍政府は廃止され、ニューヨーク市政府に統合されたことによる。連邦国家であるアメリカ合衆国において地方行政区分は州ごとに異なるが、一般に州の会に軍、軍の会に基礎自治体が置かれ、それぞれが行政機関として機能している。 ニューヨーク州でも同様であるが、ニューヨーク市では市内に軍があるという逆転現象が起きている。これは1898年にニューヨーク市が周辺自治体を合併する際、市内に内包された軍や基礎自治体をすべて廃止し、代わりに5つの区を設置したが、就業制において軍単位でなされるものがあるため、自然体を軍相当とせず、ごくそれぞれを 軍相当としたことによる。すなわち、ニューヨーク市内の軍は名目的なものであり、同市以外の軍と同様な行政機関としての機能を持たない。同市の行政区である国には、合併以前のニューヨーク市域に相当するマンハッタン区に市役所、同区以外に区役所が置かれており、各区ごとに区長が選任されている。マンハッタン区長オフィスは、 マンハッタンミュニシパルビルディングに置かれている。1990年にニューヨーク市財政評価委員会が廃止されて以来、区長には最低限の権限しか認められておらず、区に立法権はない。市の立法権はニューヨーク市議会に行政権はニューヨーク市長にある。各区のニューヨーク市全体に対する人口比、1、マンハッタン、2、ブルックリン、3、クイーンズ、 4. ブロンクス。5. スタテンアイランド1899年。現在のニューヨーク市の境界線が確定した際、すべての区が同時に誕生した。ブロンクス区は1914年にブロンクス軍が誕生するまではウエストチェスター軍から活上されたニューヨーク軍の一部であった。クイーンズ区はクイーンズ軍の東側の地区のみで構成されていたが、1899年に クイーンズ郡の西側の三つの町が合併して、ナスソウとしてクイーンズ郡から分離したことで、このクト郡は範囲が同じとなった。スタテンアイランド区は、かつてはリッチモンド区という名称であったが、1975年に一般的に呼ばれていた現在の名称に改名された。ニューヨーク市周辺のいくつかの都市やウォーターフロントは、 ニューヨーク市の影響が強く、第六の区と呼ばれることがある。ありがとうございます。